はい、こんにちは、こんばんは、豊洲商店です。本日はですね、この映ってる90センチ水槽をこの度、リセットをちょっとしようかなと思いまして、まあ最後記念に動画撮ってるということをですね、まあちょっと時間帯的に早いんで、あのラムズホーンが壁面について大変見苦しい状況ではあるんですけれどもですね、まあ今後の展望というかそういうのを話していければなと思います。まあ、昨日ですね、大阪にちょっと行ってまして、天下一植物会ですかね、に、行ってました。まあ、皆さんも行かれた方結構多いんじゃないかなと思うんですけれどもですね、まあ、やっぱり良かったですね。やっぱイベントはやっぱり楽しいですね。なんというか、まあ、やっぱり陸上植物がメインのイベントではあるんですけど、やっぱ、まあ、もともとやっぱり、まあ、アグラオネマのブームがやっぱり、なんていうんですかね、その、ことの始まりというか、なので、まあ、やっぱり、もともと熱帯魚やってるっていう、ベースの上で、その陸上植物をやってるという方も多いところになってくると思うので、まあ、やっぱりそういったところで、まあ、水草の売ってるところも多くてですね、まあ、私はちょっと狙いのミクロソリウムとか、まあ、KSB のコケシノブとかですね。まあ、そういったの、まあ、水草じゃないんですけど、ちょっと欲しくて行って。まあ、あとは、パラグアイのオテリアですね。サンスイエンさんが、維持されてた、海産がパラグアイで取ってきた、キバナのオテリアですかね。まあ、あれもちょっといいんじゃないかな、ということで、行ってきて。まあ、守備よく全部変えたので、大変良かったな、と、思います。なんて言うんですかね、まあ友人と言ったんですけど、まあ結構ちょっと着くの遅れちゃったんですよね。10時結局着いたのが20分とかで、会場が10時とかだったんで、なんかやっぱ好きなの買う、まあその個人、そのなんていうかさ、なんて言うんですかね、そのやっぱ自分の好きで買いたい植物ってのはみんなも買いたいだろうっていう、こうマインドが働くとですね、やっぱ10時過ぎて着くと、もうあ、これは買えないなということで、ちょっとその諦めてたんですけど、まあその友人の方が、いやいや関係ねえから行けよということで、まあいろいろなんか途中コンビニ寄ろうとか思ったんですけど、いやそれも友人に止められましてですね、いやとりあえず先に行って並んどけということで、まあ、並んで実際中入ってみるとですね、意外と買えるということだったので、まあ、やっぱ友達の意見とか聞くべきだなというのを改めて認識したんですけれども、まあ、ミクロスリムとか全然売れてなかったですね。仙人スパイスの方のなんかやつですか、ボルネオかなんかのあれ買いたかったんですよね。やっぱりまあ、やっぱロカリティがしっかりしてっていうのがなかなか見つからなかったので、やっぱそういうミクロは欲しいなということで、まあそれ買いましてですね。で、まあ、あとは、まあ毎度毎度こけしのブログを冷やかしに行って、まあフィジーのアスプレニスですかね、また枯らしちゃったんで、それをまた買ってですね。で、買って、まああとはあれですね、やっぱり、その、オテリアがやっぱり一番の、私としては買いたかったんで、サンスイエンさんとコラボしたヒートウェーブのところで、結局4株全部で2日間合計で販売して、初日3株で2日目が1株っていう感じの配分だったと思うんですけれども、私の引いた番号が結局77番だったんですよね。だから結局1時半ぐらいだったんで、あ、これは買えないかなみたいな感じだったんですよね。その番号引くときにサンスイエンさんがその番号持ってたんで、いや大丈夫でしょとかって言ってたんですけど、まあやっぱ結局ペース的に1時間に1株ぐらいのペースで売れてて、結局私が買ったのはその初日の3株の3株目ですよね、だったんで、ギリギリじゃねえかよっていうことですね。まあやっぱりそのまあでも逆に言うと非常に塩梅としていいのかなというところですかね。やっぱり4株ってところで、まあ実際買って中開けてみたら2株入ってたんで、まあ立派な株をやっぱチョイスして持ってきてらっしゃったんだなってのは分かったんですけど、まあ人気とは言わないですけどね、やっぱ一つの目玉ではあったんじゃないか。まあ水草
の、その、なんつうのね、アングルというか、まあ、見方としては、というところなんじゃないかなと。気が気じゃなかったですよね、やっぱりその一株一株消えていくのをこう見てるっていうのは。で、なんか栽培が簡単だとかって言ってたんで、いや簡単、なんかアフリカモテリアより簡単だって言ってたんで、アフリカモテリアも結構簡単だよなって思ってたんで、なんていうんですかね、絶対欲しいなと思ってたんで、なんかそのそれはちょっと興奮しましたよね。まあ本当はなんかあの LA さんのクリフトも買おうかなと思ったんですけど、まあめんどくさいなっていう、なんかあの方式よくわかんなかったんで、買わなかったですね。まあ結局その後ルーツ行って、なんかあのフルバニアンですかね、もう買ったりとかいろいろして、まあなかなか充実した大阪旅行だったなと。大阪やっぱいいですよね、近くてね。やっぱあの新幹線乗ってすぐ着くんで、まあすぐつってもまあ2時間ぐらいですけど、まあ2時間半か。まあでもやっぱりまあ新幹線はやっぱ偉大ですね、やっぱり。ほんとノーストレスで乗れるので、やっぱいいですよね。まあなんかもっとね、水草関連も盛り上がっていければいいと思うんですけど、なかなかやっぱそういうわけにもいかないので、まあこんなもんかなっていうところであるんですけど、ということで、まあ、その今回この水槽を崩す理由がですね、こいつですね、あのホレマニーレッドなんですけど、あのなんですかバース瓶とかって聞いて買ったやつなんですけど、まあ、ちょっとこれ見て分かる通りですね、お分かりになられますかね。まあ、ちょっとその、まあ、高さ45なんですけど90のレギュラーなんで、やっぱちょっとそのでかいなっていうところで、でかいんでこいつを150センチずつに植えることにしました。なのでまあ一旦この水槽はまあ終わりかなっていうことですね。まあなんかその話にそのまあもともとこれ仲裁さんっていう人がなんか増やしたのをブリーダーズフェスで買ってきたんですけど、なんかいわく結構そのコンパクトにまとまるっていう話だったんですけど、まあコンパクト、なんかそのイメージ的にやっぱコンパクトって言うとやっぱ30センチぐらいかなっていう気がするんですけど、まあやっぱどうしてもでかくなってしまったので、まあそのなんだったらやっぱポテンシャルをやっぱ 100% 発揮していただきたいという思いがありますので、やっぱこれを引っこ抜いて150センチずつで植え直して、でまあこの水槽は仕切り直しかなっていうところにしたいかなと。まあその1階にエキノの水槽が結構今2つあるんですけど、やっぱり2階なんですよね、ここが。なんでその冬になると、エキノって結構やっぱ冬強いじゃないですか。なのでまあちょっと1階のちょっと寒めの方でも耐えられるから、まあ全般的にそのエキノは下の階でやって、上の方でやっぱクリプトとかやっぱそういうちょっとまあ温度に対してセンシティブな植物をやっていこうかなという方針の入れ替えですね。おそらく、まあこれ、まあこれ上部フィルターなんで、あんまりその CO2 とか期待できない環境なので、まあそれを加味するとですね、その、まあ CO2 がいらない、まあその、ツイッターでですね、そのヒュードロイをその水上、あの、上部フィルターでやられてる方がいてですね、まあ、クリプト全般実は CO2 いらないんじゃないかなっていう気もしてるんですね、その個人的に。なのでまあそのまあそれの試験を兼ねてですね、まあちょっとクリプトでやってみようかなというところで、まあちょっと一旦このエキノ水槽は今日、まあ今日多分この赤いやつは抜くんですよね。なのでまあこの状況は今日が最後かなというところで、まあちょっと動画を最後撮ってですね、有終の美というか、こういうのやってたよっていう証を残せたらなということで動画撮ってみました。まあ、あのまたあの引っこ抜いたらいろいろ Twitter なり何なりに上げてみたいと思いますので、まあ、ぜひご興味ある方は見ていただければと思います。ということで豊洲商店でした。チャンネル登録高評価ぜひよろしくお願いいたします。失礼いたします。